はい、そうしましたら、練習法ですね。歌ったの、この練習です。歌ったっていうのを練習したいんですけども、クリックを使って練習方法をしていきます。で、書き方ちょっと変えて、この辺休符とかを省略してるんですけども、分かりやすくこういうふうに書きました。で、1、2、3、4、1の部分足です。で、2と4をこれ左手で叩きます。で、この時にクリックをここのタイミングに合わせて、聞くんですね。で、足だけをとりあえず入れましょうっていうものをちょっとやっていきます。なので、実際ちょっとやっていきます。お説明だけだとわからないと思います。では、初め120ぐらいですかね。でいきます。で、このタイミングの時に足を入れて、こういう感じですね。1234123412341234123412341234。なんで16の裏をぜひ感じてほしいっていう。234タッタくしてもそうです。130タッタッもう1234っていうとちょっと大変ですね。123412341234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 2 形です。ちょっと来すぎちゃいました。160までで大丈夫です。170もやっちゃいましたが はい、ではこんな練習法でした。以上です。